どうもかげやんです今日はですね変化が少ないものに取り組むということについてお話ししたいと思います以前はそんなん考えたことなかったんですけれども、えー、最近というかこうよく思うことがですね結構その変化が少ないもの、えー、そう簡単に変化しにくいものにこう取り組んでいくことがですね、えー、面白い ここととにこううがっていくといくかその長期目線でこう取り組んでいくというかそういうことでこう到達する到達するというかその向かっている時点でまあまあ面白いというかですね、うん、その面白いもねだんだん通り越えていってその当たり前にやることみたいな感じになるんですけども、えー、そういうものに取り組んだ方がですねなんかこう うん、充実した状態になるように感じますね。うん、あ例えば僕今空手こう、えー、本格的にというか、えー、しっかりとこう稽古に励んでるんですけどもやっぱりその変化っていうのはそ,のそんな簡単にこう劇的にこう変化していくものではないですよね。毎、えー、毎日毎日その家での,その 空手の稽古であったりとか、まあ、基本練習ですよね。基本練習とか肩を覚えるとかですねえ確かにその肩をだんだん覚えていってできるようになってくるとそれはこう進んでいってるんですけどもその一旦ね肩を覚えてその流れを覚えた時にですねそっからその、えー、きれいな形姿形とかその見え方 をきれいにしていくとかその力強さとかいろんなものをこうよりよく見えるようにこう見せるようにとかあと内側からこう、えー、表現できるようにこうやっていくんですけども、えー、そういう状態になった時にですねもうほとんどその外目からはこう、まあ、プロが見たらねあのよくわかるんでしょうけどもそのなかなかその自分の中でその。 実感湧かないというか、まあ、変化が、えー、少なない状態なんですねでそういうものに取り組む方がですねその本当の面白さというかですねそのそういうものをこう、えー、感じれるというかそのでもねそのほんのその達成感みたいなものはなかなかこう味わえないというかその100点っていうのが取れない状態になるんですよね。 まあ僕まだまだその未熟なんでえまだまだその全然その偉そうに言えるもんではないですけどもそのえ空手の方でいうとですねそのしっかりもう完全に頭の中に入ってもう自然と体が動けるえ方があったとしてもですねその方というのはですねそのなかなかその自分で「こうよしできた!」って思えるということは、え。ー 100に近いほんで,ないっすよ、ねでえー、最初の頃はおできたと思っててもですねその先輩とか先生が見たらいろいろ直されることがあってあ全然できてへんのが結局わかるということですね。で同情稽古に行くとですねその全然俺できひんなっていうのを毎回こう味わうという、えー、状態ですね。 それをずっと繰り返すすんですよねで。家でもっとやらなあかんなとか思いながらこう基本練習をしたりこうしていくわけですね。うん、でそういうふうに取り組んでいくと。でそういうことをやってるとずっとそれをやっていくんでですねそのそれがその面白さというどういうその満足したいけどなかなか満足できないんですけどもえそういう状態をこうやって していくその訓練であったり稽古をしていく状態っていうのがですね、そのこうどういうんですかね、その俯瞰してみる自分を俯瞰してみると、えー、面白いことをしているという状態になるんかなというふうに思うんですね。それで、えー、空手以外でもその体の使い方ですね、えー、体の使い方これもねまだまだ全然こうあの。 でできないんですけどもそ,のそれもですねこうやっていくことが、えー、こうそのやってる最中面白い思ってやってる、まあ、面白いと思うこともあるんですけどもなかなかそういう状態を毎日繰り返す状態になるんでですねなかなかそのやってる時はなかなかこう,うまいこといかんなと思いながら、えー、ちょっとでもこう進める。 かなと思いながら1ミリでもこう進化できるようにこうやっていくというところですね。うん、でそういうものにこう取り組むということですね。うん、でそういう状態になった方が実際はこう面白いというか、えー、そういう風に感じますね、うん。だからお店のその集客に関してもですねそのじわじわとこう 伸びていいくという状態ですよねその変化がその急にグッとこう伸びるとか例えば何かお金をかけてお客さんを集客するという形をした時は、えー、面白くないというか。 うん、そういうふういに、まあ、僕は個人でやってるんでそこまでグッと増えるっていうことをする必要がないのもあるんですけどもその自分がこうコツコツとですねまあ言ったらですねお金をかけずにやってることがですねちょっとずつこう成果につながるというその変化がちょっと少ない状態ですかね。でちょっとずつこう増えていく感じっていうのがこう面白いかなというふうにも感じてます。 うん、でまあまあその商売の面白さと今言ってる面白さはまたちょっと違うかなというところではありますちょっと今の例はちょっと違うかなあの商売に関してはちょっとまた違う目線になるんでちょっと違うかなというところで、えー、だから体の使い方とやったり空手であったりとかですねその例えばこういう喋り方とか、ね ですね、これ僕しゃべり方も全然できてないんですけどもこれもね、えー、何もまだあの本とかは買ってるんですけど全然読んでないんでそういうののこう訓練もこうしていったりとかですね、うん、あとは文章力とかですねそのまあ表現力ですねそういうものをこう磨いていくというかそういうことをこうしていけたらなと。 いたりとかでですねほんでいろんなこうパーソナリティがいてですねなんか耳に入ってきやすい人となんかこう流れるようにこうあまりあ内容が入ってこない人とかですね、えー、いろんな方がおられるんですけどもそういうところに何が違うんかなとかそのやっぱりその言葉をこう出した時のその。 ここととを発すする言葉のこのエネルギーというかですねそういうものがこう違ってるんかなと思ったりとかですねそのまあそれは表現力のうまさとかねそういうのもあるかなと思ったりもしてますけどもねまたそういうなかなかその分かりにくいものをこうやっていくっていうのがすごくこう面白いかなというふうに思ったりしますね。だからまあ、まあ えー、だから健康のこともそうですよね自分の健康体づくりであったり健康のためにこうやっていくだからなかなか変化を感じ取れないんですけどもある時期になった時に「あれ俺そういえば風邪ひかなくなったな」とか「ちょっと前やったらこの状態の時は風邪ひいてたのに今は、えー、風邪ひきそうやけども自分の免疫力を信じてちょっとこのまましてみよう」と。 行った時に風邪をひかない一晩寝た時にまた元の状態に戻ってたりとかですねそういうのをこう実感できたりするんですねでそういうことでこうずっと続けていくということですね、うん、でそのだから変化自分の体の変化っていうのある時ふと気づくんですよねでその時になったらもうなかなかいい状態になってるということですね。うん でそういうことをこうそういうものをこう取り組んでいくというそういうことをしていくことがこう面白さにつながっていくかなとで俯瞰してみるとそういうのが、えー、面白いことをしている状態なんかなというふうに思ったりもします。ということで変化が少ないことに取り組むということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございました